よいみやちゃん、俺の読み通りやっぱり来たね。要件は言わなくても大丈夫。花火の材料を探しに来たんだろ。よいみやちゃんのために一袋残しといたよ。これだけあれば足りるはずだ。え、ほんま？なんでわかった？花火大会の時期になるといつも材料になる鉱石について聞き回ってるだろ。毎年花火の追加注文を受けてるし、だからもう慣れっこさ。そっか、いつもありがとうな。気にしないでくれ。たとえ商売はやめても宵宮ちゃんの頼みは断らないよ。それでこちらのお二人が今回の注文者？気にしないでくれ、別に問題ないさ。この前俺が息子と喧嘩した時、宵宮ちゃんがあの子をなだめてくれたんだ。俺は息子と話すのが下手でね。よいみやちゃんじゃなかったら今頃あの子は家出してたかもしれない。そんなことあらへん。あの子繊細やから森彦さんのことめっちゃ気にしとったで。ただあんたとの接し方がわからへんだけや。もうちょいにっこりしてみたらどうやろ。ほんなら息子さんも緊張せんで済むと思うで。そうか、普段から厳しく接しすぎてたのかもしれないな。外で他の人と話すときはもう少し柔らかくできるのに。そう思い詰めんといて。誰にだって得意不得意はあるさかい。また似たようなことで困ったらいつでもうちに相談してな。花火の注文やなくてもかまへん。お客さんは神様やから。ああ、そうさせてもらうよ。みんながよいみやちゃんを褒める理由がわかる。龍之介さんも鼻が高いだろうな。鉱石は持って行ってくれ。モラは払わなくて大丈夫だ。え、あかん。絶対あかんよ。構わんさ。俺からの礼だと思って遠慮なく使ってくれ。せやけど借りができても商売には商売の掟があるやろ。うちを困らせんといてな。そう言わずに受け取ってくれ。まだ仕事があるんだろ。ほならモラの代わりにとりあえず帳簿に書いとくわ。今度花火を割引したる。お前って子は本当に。ならよいみやちゃんの好きにするといい。それとお父さんにもよろしく伝えといてくれ。これからも体に気をつけて花火を楽しませてくれって。ああ、森彦さんも仕事ばっかりしてへんで体に気ぃつけてな。よいみや、元気だな。何かお祝いするときにぎやかで綺麗なことに越したことあらへんやろ。それに商売はみんなからの信頼がいっちゃん大事や。お客さんがおらへんと商売をやっていけへん。とにかく鉱石も手に入ったし、あとは職人さんに加工してもらおうか。材料の問題はこれで解決やな。先生、はじめこんちは。あ、よいみや。どうせ花火の材料のことだろう。どうやら花火大会の時期によいみやが忙しいのはみんな知ってることみたいだな。悪いけどちょっとだけ待っててくれる？今武器の注文が溜まってるんだ。かまへん、平気や。あー、ちゃうか、全然平気ってわけでも。ほんなら手伝ったる。ここの武器が全部完成したら鉱石の加工をしてくれるってことやろ。そうだね。でも師匠に聞いてみないと。大丈夫やんな先生。長野原花火大会が時期に始まるし、先生も分かってくれるやろ。まだ完成してへん花火がぎょうさん残っとるんや。もし間に合わへんかったら。相変わらず口うるさい小娘じゃ。雨の魔流では全身全霊の力をもってして鉄を打ち続けるため忍耐を必要とする。焦って打てば刀に悪影響を与えてしまう。よそ者が隣で催促しても初めの心を乱すのみ。ですがもうすぐ長野原花火大会ですし。じゃから功績はわしに任せろ。お前は仕事に集中するんじゃ。師匠自らですか。そう大声を出すな。今はこれしか方法がなかろう。おおきに先生助かるわ。気にせんでよい。長野原花火大会がどれほど重要なものかわしもよう知っておる。龍之介にも世話になっとるしな。虫はできん。にしても小娘、今後はもっと計画を立ててから行動しろ。毎度騒ぐしくてかなわん。気ぃつけるようにするわ。これからはもっと材料用意しとく。小娘が気をつけたところでたかが知れとるが、とにかくそこで少し待ってろ。さすが先生、この粒の形ときめの細かさ、うまいこと言葉が見つからんけどすっごい綺麗やわ。久しぶりに道具を手にしたっちゅうんにこの手際の良さ、さすがや。当然じゃ。生涯かけて学んだこと忘れたくとも忘れん。ずっと昔から天目流と長野原花火大会は協力し合ってきたのか。最初はわしの師匠と龍之介の父親じゃった。代が変わっても花火に必要なものは変わらん。はじめこれからはお前がこれを作ることになるぞ。はい、分かっています。ほなうちは邪魔せえへんように退散するわ。花火見に来てな。よーし行くで。次は高一んとこに戻るか。まだ戻ってへんかもしれへんけど先に行って待っとこ。やっぱ戻ってへんか。まああんたと話したかったしちょうどええか。うちの付き添いで走り回ってくれてありがとうな。みんな優しかったさかい順調やったな。ああ、ちゃんと話す機会がなかったしちょうどいいかもな。うちのことばっかであんたらをほったらかしにしてた感があるやろ。せやからずっと喋る機会を探してたんや。初めて会うた時もお互いてんやわんやしとって喋る暇あらへんかったし。あんたら旅人なんやろ。稲妻に来る前はどんなとこ旅してたん。ええなあ、規則みたいなんがほぼあらへん国やろ。一人一人が思うままに楽しく生きていける場所やって聞いたことある。父ちゃんが昔常連さんからその国のお土産をもろたことあるんや。確かなんちゃらワイナリーって。あ、暁ワイナリーだな。ダンディライオン酒が有名なんだ。せやせや、父ちゃんがあんな喜んで酒飲んどる姿そう見たことあらへん。あの日は一晩中うまいうまい言うとったわ。友達から聞いた話やけど志を持った者だけが旅に出られるらしいで。その目的は風景を求めるためだったり願望を叶えるためだったり。あんたらは何のために嵐を抜けて稲妻まで来たんや。あととある神から答えを聞くためだ。神様が原因で家族と別れたん。そうやったんか。辛かったやろ。そっか。ほんまはずっと稲妻に残ってほしかったんやけど、そういう理由ならしゃあないな。稲妻は他と違うて永遠を求める国や。つまり何事もなく穏やかなまま平凡な日々が過ぎていく。これのええとこは疲れた人にとってぴったしの休憩所になるってことやな。これじゃちと分かりにくいか。うちはただあんたが疲れてもうて道半ばで初心を忘れてまうんやないか心配しとるんや。でもそれはしょうがないことだと思うぞ。疲れてる時は何やってもうまくいかへん。それに遊びに行っても楽しないやろ。うちの友達に冒険者がおるんやけど、その子から教わった言葉で、ゴールだけを目指して走っとると道中の出会いや感動を無駄にしてしまうっていうのがあるんや。せやけど大丈夫や。うちが負担を軽くしたる。きっと楽しなるで。最後はここを去ってまうかもしれへんけど、素敵な思い出が残るとええな。ほんで家族が見つかって旅を思い返した時、稲妻が家にぴったしやって思うてほしい。あんたらに送る花火の色や構図も思いついたで。でもまだ内緒にしとくわ。よいみや、待たせたな。船はあそこだ。ってあれ、話の邪魔しちゃったか。そっか、じゃあ行こう。あまり目立たないようにな。でもこそこそするんじゃないぞ。逆に疑われちまう。雷雨にも耐えられる船ってことはかなり丈夫なんだよな。もちろん質なら安心しろ。ちっちゃすぎるだろ。一応これでも俺が用意できる船の中で一番でかいんだ。稲妻で最も頑丈な木材を使ってる。まあ正直こいつであの雷雨に挑むのは危険だろうな。これは最後の手段や。うちかて作次郎をこれに乗せるんは心苦しいしな。にしても光一、また腕を上げたんやないか。勘弁してくれ。全部仲間たちのおかげさ。バレないようみんなで作業を分担して夜にこっそりと組み立てたんだ。大きさはこれが限界。これ以上大きくしたら天領奉行の目をごまかせなくなる。わかった。ほな船は一旦ここに隠して、うちらは作次郎にこのことを伝えてくる。だんだん不安になってきたぞ。こんなことしたらお前も共犯扱いで天領奉行に追われるんじゃないか。ふふん、せいやからなんや。この件に低下した時から心の準備はとうにできとる。うちはしゃぶ業とよう協力しとる。稲妻で何らかの行事をやるって時は他の2つの奉行も依頼してくる。おとなしくしとけばそうちょっかいは出してこうへんよ。それに共犯言うたらあんたらも行さん手伝ってくれとるやん。そうだな。今さら抜けたって手遅れか。ああおお、経験者やったんやな。心配しとったけど杞憂やったようや。ほな光一、今回はほんまにありがとうな。花火ももう完成しとるから手空いとる時に取りに来てや。ついでに父ちゃんから船の代金もろうといて。モラならいいって。それにお前にモラを支払わせたなんて姉さんが知ったら俺が怒られるだろ。姉さん、うちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた話なんやけど、昔稲妻にとある紹介があってえらい盛んやったそうや。当時同じ時期に子供が十数人生まれてな、その子らは幼い頃から親に商売を叩き込まれてきた。みんなえらい仲良しやったらしい。ほんである日みんな独立して新しい生活を始めたんや。でも商人やからあちこち行かんとあかんやろ。そのうち会える時間がどんどん少なくなってもった。そして一番上の兄さんが提案したんだ。別れる前に一緒に花火を見ようって。みんな高い志を持っとって商売に自分なりの見解を持っとった。だんだんとみんな稲妻を離れてって残ったのは光一だけになった。全員揃うんは無理やけど誰か一人でも帰った時は花火を見るんが恒例になっとる。ああ、親しい人でも長く離れていると壁を感じるようになる。それは仕方のないことだ。でも一緒に花火を見上げてる時は一瞬だけ子供の頃に戻れた気がするんだ。あの頃の思い出は俺たちにとって永遠に変わらないものなんだよ。なるほど。宵宮が前に言ってたお祝いってこういうことを指すんだな。そうや。せやからみんなの花火への期待を裏切るわけにはいかへんのや。ほな作次郎が待っとるし、そろそろ行こか。光一、船のことありがとうな。ええ、俺もここから離れるとするよ。捕まるのはごめんだからな。そういえば光一が紹介の友達を紹介してくれるたびに子供の頃のうちと遊んだって言うんやけど、小さい頃のことやし、それに人数が多すぎてよう覚えてなくてな。ほんである日光一がまた見たことない友達を連れてきた時、ついこう言うてもうたんや。せや、昔遊んでくれて抱っこしてくれたやろって。ほなら光一に笑われてな。そいつは大工をやってる友達で、老けて見えるけどうちとそんな年が変わらんかったんや。気まずいし恥ずかしいしで顔真っ赤になってもうて、うちずっと謝っとったわ。船は用意できたで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。それと食料と水を用意しとき。備えあれば憂いなしって言うやろ。うん、でもせっかく帰ってきたんだ。もう逃げたくない。それに小舟一つで雷雨に挑むのは無謀すぎる。せやけど天領奉行に捕まっても結末は同じや。遅かれ早かれここにも天領奉行は来る。悠長に捨てられへんで。すまない。本当に奴らがここまで来たら早々に逃げるよ。君に迷惑はかけない。謝らんといてや。万が一の状況になってもうちがどうにかしたる。ほんまに天領奉行に追い詰められた時は迷わず船へ逃げるんやで。うん、絶対に捕まらないようにするさ。でもこのままじゃ稲妻に帰ってきたのはとんだ無駄足だ。こうまでして稲妻に帰ってきたのにはなんか理由があったのか。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。でもそれは責任から逃れるためだった。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。稲妻に置いてきたものを思うと、いや、もう手遅れなんだ。心残りを埋めようとした結果がこのありさまってわけさ。そっか。おいらたちがもっと早く相談に乗ってれば。ほんま鎖国なんてなければええのに。大丈夫や、せかしたりせえへんから。あんたが決心するまでもうちょい時間を稼いだる。天領奉行が邪魔せえへんかったらどうにかなるのに。あ、嘘や。常連さんの中に老夫婦がおったな。確かそこの息子さんが天領奉行のお偉いさんやった気が。とりあえず会いに行ってみるか。どうにかなるかもしれへん。でも通報される可能性もないか。心配あらへん。めっちゃいい人やから大丈夫や。あんたは部屋に隠れとき。うちらがパパッと行ってくるさかい。さあ急ぐで、時間があらへん。あかん、まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残っとるんやった。父ちゃんなんでオイラの言葉を途中で遮ったんだ。今のはあいつに必要なもんは答えやなく時間やさかい。あらよいみやちゃん、いらっしゃい。どうぞ上がっていって。お隣の方はお友達？そや、遠いとこから来た旅人や。他の国から今の稲妻に来るなんて大したやつやろ。そうだったの。今は大変な時代だもんね。稲妻人として恥をかかないようしっかりおもてなししてあげないと。せやな。それと2人の花火持ってきたで。おお、ありがとう。毎年世話になるね。昔はお父さんに、今は宵宮ちゃんに。生きてるうちに長野原花火屋の次期当主を見れるといいな。大丈夫やって、まだまだ元気やんか。縁起の悪いこと言わんといて。でももう昔ほど元気ってわけじゃないのよ。昔は田植えをしたり水を運んだりしても大丈夫だったのに、今は少し働いただけで腰が痛くなるの。昨日も雑草を抜こうとしたら腰を痛めちゃってね。そうやったんか。ほなうちが草刈りしたるで。大丈夫だよ。せっかく宵宮ちゃんが来たんだ。働かせるわけにはいかない。お茶と菓子を持ってくるからゆっくり話そう。気にせんといてよ。昔もよくお手伝いしとったやろ。最近は花火大会で忙しいけど、落ち着いたらまた来るさかい。そうそう、おいらたちにとってこれくらい朝飯前だ。遠慮するなって。まあ本当にいい子たちね。うちのことは大違い。いい年して結婚もせず家にも帰ってこないのよ。それじゃあお言葉に甘えて手伝ってもらおうかしら。それと草刈りの他にも、この大根漬けを村の向こうに住んでるサトルさんのとこまで届けてくれる？わかった。ほな行ってくるわ。ついてきてくれるか？じいちゃんもばあちゃんも足が悪いんや。草刈りしたら大根漬けを届けに行くで。はあ、完璧やな。これで十分やろ。サトルおじちゃんは村の向こうに住んどる。行こうか。サトルおじちゃん、最近調子はどうや？ぼちぼちだよ。特に変わりはない。あんたも相変わらず元気そうで何よりだ。みんなのおかげや。それに商売も順調でな。こないだリーウェにおろした花火が大好評やったみたいで、注文が増える一方や。大変そうだな。龍之介さんと2人でやっていけるのか。無理そうだったら俺に言ってくれよ。手伝いに行くから。平気や。花火のことなら無理なことあらへん。そうそう、これ香織ばあちゃんからのお届けもんや。大根漬け。おお、ありがとう。昔は大根漬けが苦手だったんだが、香織おばさんのを食べてからその味を忘れられなくなっちゃってね。今ではすっかり家族全員この味の虜さ。家族はみんな元気か？ああ、みんな変わりないよ。たまに喧嘩もするが、家族ってそういうもんだろ。そばにいてくれれば喧嘩したっていい。離れ離れになるよりマシさ。今谷さんとこはおじさんもおばさんも仲がいいけど、子供がめったに帰ってこないからきっと寂しい思いをしてるだろうな。見た感じ平気そうやったで。もう慣れてもうたんやろな。せやけどおじちゃんが言うことにも一理あるな。これからはもっと遊びに行くようにするわ。話し相手がおったら寂しさも紛れるやろし。ああ、今田村のみんなも宵宮ちゃんが来るのを楽しみにしてる。なんや照れるなあ。用事も済んだことやし、そろそろ戻るか。若い子はすごいね。こんなに早く終わらせちゃうなんて。若者は体力があって、お年寄りは知識と経験が豊富。せやからどっちもどっちや。そういえば今年で夫婦生活も50年目だな。ええ、一年一年ただ前を向いて過ごしていたらいつしか50年も経ってたわ。50年？そんな大事な日なのか50年前、母さんが俺を追いかけてた頃が懐かしい。もう何でたらめ言ってんのよ。あなたが私のことを追いかけてたんじゃない。そうだったか。まあとにかく50年前の長野原花火大会で俺は母さんに結婚を申し込んだんだ。そして今こうして一緒に過ごしてる。本当は結婚を申し込む勇気がなくて不安な気持ちのまま長野原に花火を頼んだんだ。花火が打ち上げられた瞬間もどんな言葉でこの気持ちを伝えたらいいのかわからなかった。でも空に花火が咲いて彼女の横顔を眺めていたら、その目に映る光がキラキラと綺麗で、気づいたら自然と言葉が出ていた。そして幸いなことに俺の申し込みを受け入れてくれた。この50年長いようで短かったわ。あっという間だったわね。共に歩んできたこの50年、ちゃんとお祝いしないと。50年の節目やって知ってたら、もっと豪華な花火を用意しとったのに。大丈夫よ。昔のままの花火で十分。毎年花火大会で同じものを見てきたから、逆にそれじゃないと寂しいわ。花火を見るとあの日のことがよみがえるの。こんなおばあちゃんになったけど、過去の自分の判断に一度も後悔なんてしたことない。本当に仲がいいんだな。そうだ、俺たちのことはさておき、今は花火大会で忙しい時期だろ。何か用があったんじゃないか？あんな、実はちょっと言いづらいんやけど、作次郎が帰ってきたんだな。え、知り合いやった？うちの子の幼なじみなの。小さい頃はいつも二人で遊んでたわ。お互い隠し事なんてないくらい仲良しで、一緒にいろんなところへ行ってた。だけどある日すごい口喧嘩をしてね。それっきり。あの頃の作次郎は外の世界に憧れていた。稲妻はあの子にとって平穏すぎたんだろう。けどうちの圭介は小さい頃から俺たちみたいな穏やかな暮らしに憧れてた。子供というのはひょんなことから大喧嘩をする。作次郎はたった一人でここを離れていったよ。そうやったんか。圭介は何も言わないが、俺と母さんにはわかる。あの子は悲しんでるんだ。それなのに本心を口にできず苦しんでる。意地になってるのかもな。その後圭介は天領奉行に入り、めったに帰ってこなくなった。他のことなら私たちが圭介に頼めば助けてくれるとは思うけど、作次郎のことになると難しいだろうね。そんな、こんな偶然ってあるか？そうやったんか。作次郎に帰ってきた理由を聞いても、過ちを犯したからとしか言うてくれへんかったけど、そんな過去があったんやな。あいつの決心がつかへん理由がやっと分かった。幼い頃は親友だったのに、今は天領奉行とその天領奉行に追われる身になってるなんて。分かった。それなら無理に頼んでも逆効果やろな。作次郎はうちらで何とかする。だから二人は気にせんといて。この件は作次郎と圭介の二人で解決せなあかんと思う。ええ、元通り仲良くなってくれるといいんだけど。もうこんなにも時間が経ってるんだ。過去のいさかいもそろそろ水に流すべきだろう。ひとまずこのことを作次郎に伝えに行こうか。よいみや、大変や。ついさっき天領奉行の人が大勢来よった。え、なんでや。まさかバレてもうたん。父ちゃん平気やったか。何もされてない。花火大会の準備で部屋中が火薬だらけやさかい、素人がいじくり回したら火事が起こるかもしれへんって言うたんやが、全然聞く耳持たんかった。作次郎がきっと中におる言うて。せやけど作次郎は事前に感づいて窓から逃げとる。天領奉行に捕まらんで済んだわ。あちゃー、参ったわ。作次郎まだ決心できてへんはずやのに。父ちゃんどこに逃げたかわかる。このままやと天領奉行に捕まってまうで。せや、名前急にここに来るなんてきっとあのケイスケって人や。やないと密入国で人を大勢よこさへんやろ。ああ、名前は分からへん。それに顔もよう覚えてへん。ただ向かった先なら分かるで。城を出てったわ。名前はよう聞こえんくて。名前なら聞こえたぞ。さっき知り合いのとこから鉱石を持ってくる途中ちょうど見たんだよ。先頭にいた人はケイスケって呼ばれてたと思う。やっぱそうやったか。おおきに。作次郎はまだ決心できてへん。このまま二人を合わせても問題が悪化するだけや。そないなったら取り返しがつかなってしまう。一緒に来てくれへんか。道沿いに手がかりを探すで。